こんばんは。不安定ですか？不安定なの今。こんばんは。かわ、ありがとう。 X 消したりした。え、どういうこと？あー、今日のチェキの宣伝のやつで、あの一回そのリンク貼ったんですけど、リンクが生きてなかったのでツイッター消しました。あの午後の5時ぐらいですかね、一回ツイッターね消したんですよ。だからごめんなさい、一回消したんだけど深い意味はないです。そう、なんか前の自分のツイートからコピーして貼ったんだけど、そうするとあのリンクって省略されてるから、それがそのままコピーされる の省略されて、最後は点点点ってなってる、リンクが点点点なんて、リンクはこのように存在しないので。その舞台の裏側動画めっちゃいい、ありがとう、嬉しい、ありがとう。今日はなんか歌おうかな、誤爆したんですか？誤爆じゃないんですけど、広島寒くない、寒くないよ、全然寒くないかも。ちょっとだけ歌おう。これにしよう。今日もお風呂です。いや、今日は瀬戸内の声です。今日も聞かこう。ここに来て君と語る夢は止めどなく溢れて、もどかしすぎてゆく青春の日々、自分は何を残せるの。雲がかかって、すべてが見
さん世界に一つだけのチェキぜひゲットしてくださいね。待っています。チェキぜひゲットしてね。いつの日かまぶたを閉じながら思い出すふるさとを、あの懐かしい波音がどこにいても聞こえるよ、そばで青い海はどんな時も優しくおおらかで、淡い日差しの中僕は願いを風に向かって叫ぶ、そばで海がずっと変わらぬもの教えてくれたんだ、時が過ぎ去ってもこの自然が幸せの目印だ、瀬戸内の愛、メシメガネありがとう、シンさんバラありがとう、モリツさんハートありがとう、親父さんタコありがとう、ツンツンさん虫メガネありがとう、カッコユウちゃんペンライトありがとう、ホンモンさんペンライトありがとう、アキマーさんペンライトありがとう、ツンツンさんハートありがとう、ワイニンガルさんペンライトありがとう、カッコユウちゃん音波ありがとう、レッツエンジョイさん音波ありがとう、イオンのマナさん音波ありがとう、アキマーさんミラーボールありがとう、アオさんダルマありがとう、昔からおじいさんウマありがとう。てか手話じゃあね歌いたいな、そらじゃあちょっとここで行きここで出てきてもらおう、ないんでね手話は。じゃーん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 じゃーじゃらじゃ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 らじゃじゃじゃ、いきなり手をつなぎ私を引っ張るように、点滅し始めた信号無視して、ああ何をあなたは考えてるかわからない、当たり前のように付き合わせるつもり、ああ誘い方が恋すぎてちょっと疲れてきちゃったわ、ここで休ませて、手話終わりかもね、手話手を振ってよ、I'm 手話無敵なままで、手話いつかわかるでしょ、そう今でも愛してるだけど振り回されたくないの、私は私らしく歩いてゆくわ、じゃあね、じゃんじゃんじゃんじゃらん、じゃじゃらじゃ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 、ためらう交差点人波に流されないで、あなたは立ち止まり怪訝な顔をする、ああ何か不安か想像つかないのでしょうね、今日までお互いに幸せだった日々、ああ誘い方が恋すぎてちょっと疲れてきちゃったわ、あやふやな答え手話なんとなくて、 OK 手を振ってよ、 I'm OK 素敵なままで OK いつかわかるでしょ、そう
今でも愛してる。だけど振り回されたくないの。私は私らしく歩いてゆくわ。じゃあね。じゃんじゃんじゃん、こんな感じです。他なんかあるかな。あ、青いレモンやろうかな。青いレモン、水道の水でジャブジャブと笑って祖母と勝ちた。あー酸っぱくて苦くて顔をしかめた。突然走り出したくなった。青春とは理由のない小言を。まだまだ答えは見つからないけど、僕はあの空と追いかけ続けるだろう。自分はどうして生まれてきたのか、誰のために生きているというのか。ある青いレモンを丸だごと一個食べ終えて、僕は幸福感に満たされる。酸っぱさも苦さも人生なんだ。これがサラのセリフです。かわいい。これとかサラめっちゃ好き。各駅停車、各駅停車でもいい。先を急ぐわけじゃないし、どこへ行こうか決まっていない。青春だから。これちょっと歌います。ちょっと歌おうと思ったらたまたまリクエストが来た。坂道をどれだけ一緒に歩いたか。まだ幼い手を引いて遠ざかる船を見た。大人になんかなりたくはないと化粧とかしなかった。久しぶりにちゃんと話した時綺麗になっていた。瀬戸内の妹よ、幸せになるんだよ。そう声をかけただけで涙にじんでくる。瀬戸内の妹よ、ふるさとはここにある。ください。港まで続く道、こんなに星が見えるなんて。新しいその角で祝ってくれるかな。いつでも俺が繋いでいたのに、今はもうあいつ。
竹内ぜひ来てください、何回目やねみたいな感じですけど来てください。本門さんペンライト、かっこゆうちゃんミラーボール、本門さんミラーボール。ありがとう、フォスターさん音符、フォスターさんミラーボール。ありがとう、シュートさん。帽子、馬、昔からおじいさんありがとう、フォスターさん音符ありがとう、アキマンさんペンライトありがとう、ジェイクさんハートありがとう、アキマンさんミラーボールありがとう、フォスターさんもミラーボールありがとう、28センチさん音符ありがとう、昔からおじいさん馬ありがとう、シュートさん、ジージーありがとう、タンさんさん音符ありがとう、フォスターさんミラーボール、モリチ521さんパチパチ、フォスターさん音符、カズさん虫眼鏡ありがとう。何があるかな、もっと好きになって形
この前のコンサートでね、3番目のポジションでやらせてもらった。皆さん、世界に一つだけのチェキ、ぜひぜひゲットしてください。お願いします。 HMV からゲットできますよ。略してナギーチ。どこがやねん、無理ある。灼熱の砂浜、寝そべった水着ショー、海のその青さ、空まで染みる。散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んじゃえ。そばにいすぎて慣れてしまった、大事なものがここにあるよ。きっと思い出そう。泣きさで一番可愛いが、あなたはどの子を指さすの。泣き位置はっきりしようじゃないか。夏の恋は誰と誰とという感じでした。てかそれあれな、覚えたい。君は僕がそばに。風に向かってずっと歩き続けたんだ。どこにいるのかわからずに、何かに逆らいたかった。道は果てなく僕は無我夢中だった。少しでも気を緩め吹き飛ばされた。人はなぜ生まれるのだろう。いつか死んでしまうのに、辛い毎日の中で生きる意味を知りたかった。太宰治も夜中と聞かれた。君と出会った正直に言えば僕は呼んでなかった。近くの本屋で何冊か買って、ファミレスに入った。すがるようにページめくりながら自分探した。太宰治を呼んだかと聞かれた。君と出会った日、正直に言えば僕は呼んでなかった。太宰治を読まなきゃダメだよ。なんだっけ。もうちょっとわからなくなった。すがるようにページめくりながら自分探した。太宰治を呼んだか。ここでした。ファミレスラララな、2番のこれが出てこない。ちょっとアカペラで最後終わりをつなげました。
これやるならあれでしょう。あ、間違えちゃった。